歌舞伎市川團十郎さんファミリー気になる話スタートします。市川團十郎さん長女麗華ちゃんのすごい豪華すぎるかつら姿を公開、堀越麗華。歌舞伎俳優の市川團十郎さんが長女の麗華ちゃんの豪華すぎるかつらについて振り返った。麗華、今日は衣装とかつらつけて最終稽古、暑いよね。写真の麗華ちゃんは舞台衣装を着用しているとみられ、自身の頭に匹敵するかそれ以上の大きさの豪華な装飾のついたかつらを着用、カメラに向かって上目遣いを見せている。ファンからのコメントは、とっても豪華な装いに思わずわーっと声が出ました、感動感動の舞台をありがとうございました。重たそうですが麗華ちゃんとても似合っています、かわいい。私の感想は、この右の画像が麗華ちゃんなのか勸玄君なのかネットで話題になってます、笑い。麗華ちゃんの素顔、團十郎さんは極力ブログや SNS では出していません。普段はあの顔のところだけ、マーカーで消したりしている状態で、ただ昨日まで行われていた伝承への道では化粧している麗華ちゃんが登場、左の画像ですね、どちらなのか右の画像は麗華ちゃんなのか勸玄君なのか、まあ、2人とも、普段から、真央さんによく似ているとも言われてますんで、で勸玄君も結構顔がちっちゃいので、この状況では麗華ちゃんなのか勸玄君なのか、この論争は多分しばらく続きそうじゃないかなというふうに思っております。市川團十郎さん長女麗華ちゃんのすごい豪華すぎるかつら姿を公開、堀越麗華でした。ご視聴いただきありがとうございました。高評価チャンネル登録をよろしくお願いします。